利休八幡宮は、京都府おとく群大山崎町にある神社。旧社格は、府社。岩清水、八幡宮の元宮であるとされている。また、西遊八章の地である。社殿によると、上元元年、聖和天皇は神託により国家鎮護のために、宇佐八幡宮から八幡神を勘定し、平安系の守護神として法案しようと考えた。 そして大安寺の創業経が、武善国に使わされ、八幡神と共に、山崎の津に戻ってくると、神高山に霊光を見、そのふもとである当地にあった岩の間から清水が湧いているのを見た。帰京後に、聖は天皇にその出来事を創上したところ、直命によりその地に社殿が建立され、岩清水やわたぐと名付けられた。しかし、すぐに、 対岸の男山に新たに、岩清水、八幡宮が建立されたため、西国街道に面している。東急はこの地が、佐賀天皇の離宮、火曜離宮の跡地でもあったこともあり、社名を、離宮八幡宮と改めた、としている。平安時代には、神仏集合により、境内の東側に、神宮寺が建立されている。また、上岸年間に、東宮の神官が神事を受けて、 長木を発明して、エゴマ油の製造が始まったことから、日本における精油発祥の地とされている。この製法はやがて全国に広まると、利休山タ具は、朝廷より、油その名を賜った。その後、鎌倉時代に、大山崎油座の制度ができると、利休山タ具は、全国のエゴマ油の販売権を独占し、諸国の油商人は、 利休やはタグの居城なしには油を扱うことはできなくなった。しかし、戦国時代には、織田信長などが、落一、落座の政策を取り、利休やはタグの許可を得ないで勝手に油を扱う、商人が増えると東急の収入は減り、経済的打撃を受けた。寛永12年には、江戸幕府大三大将軍、徳川家光の命により、山城国長岡藩主、 長井直清が武行となって社殿が再建され、多方島が新たに建立されている。このように、江戸時代前期は、西の日光と呼ばれるほどの壮大な社殿を構えて、繁栄していたが、次第に、江ゴマ油に代わって、菜種油が大量に生産されるようになると市場を奪われていき、徐々に衰退していった。現時元年に、金門の変が勃発すると、 利休や綿たに、長州藩の頓所が置かれたり、牧安尾美らが天皇山に立てこもったこともあり、藍津藩や新選組などの幕府軍の攻撃を受け、多くの将家と共に、利休や綿たはほとんど消失した。明治時代になると、神仏分離によって、神宮寺が廃寺となり、東急の境内の西側が大阪府に活上された。その後、府舎に列せられている。 1875年、今度は国策による、鉄道事業、東海道本線の建設のために、境内の北側を修行され、境内はさらに縮小した。1879年に数形社の寄進により、社殿が再建される。1986年に製油メーカーを中心として、油そり級ゅうやわたぐ数形会が設立されている。ありがとうございます。